どさ、なんか一番最初の方のステージってさ、時間がさ30分あったんだけどさ、持ち曲が1曲しかなかったから、ずっと喋ってたんだってね。で、25分ぐらいずっと喋るの？すごいね。私たちにはできない。地獄だけど、お客さんはもっと地獄だよね。行きましょう。あんまりグダグダしたくないからね、あのすんなり行くようにスムーズに。
ブラボー、ブラボー、ブラボー。はい、ありがとうございました。聞いていただきましたのは、看板娘でキュウリでした。ところでさ、はいはい、今日の夜は6周年ライブなんだけど、はい、みんなどうですか？もうね、今週はね、ドキドキしてね、ずっとそわそわしてました。だよね、中が6周年だって。朝起きたら、今週6周年だって思いました。ね、はい、てかさ、はい、初めてなんだけどさ、どう？緊張して夜も眠れないくらいで、あとね、練習もちょっと頑張ってやってきました。すごい！いやー、ずっちゃんはもう、でも頑張れてね、いっぱい練習したもんね。なんかさ、ちょっと前まではさ、ずっと楽しみだったんだけどさ、はい、今週に入ってさ、なんか、あ、やっぱり、不安な気持ちが、やばい、やばい、めちゃくちゃもさ、やばいんだけど、やばいんだけどって言うよね。でもね、私たち頑張りますんで、記念すべき日ですので、一人でも多くの方に遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、それではそれを含めて今後の告知をさせていただきたいと思います。はい、看板娘のもっとぐたぐたラジオ、次回の放送は11月2日金曜日22時30分からです。メールの先は pbd@838.fm です。はい、11月10日土曜日は名古屋市のミルクカフェで、アナザーフェームスに出演します。初めての現場で緊張するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、そして11月25日日曜日はデンパークで行われる愛知花フェスタインデンパークに出演します。ステージは13時からです。その他にも JA ブースのお手伝いもさせていただきます。はい、そして12月9日は高浜市の D ポートで行われる春学祭給食に手を出していただきます。出番は午前中です。皆さんぜひ遊びに来てください。はい、次回のキーボーイチは11月24日土曜日です。それが秋のキーボーイチ最後になります。私たちのステージ以外にも出店企画がたくさんありますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、そして今日の夜はアンコールで6周年ライブです。イエーイ、ブラボー、ブラボー。看板娘6周年記念感謝祭安城サンクスフェスティバル、秋の名曲ヒットパレードという名のカラオケ大会テフェロです。18時会場で準備でき次第スタートとなっております。皆さん時間には気をつけて、ぜひ遊びに来てください。はい、その他私たちの活動は安城密着コミュニティサイト、アンディティア、YouTube、Twitter などインターネットでも配信しています。安城スペース看板娘、ぜひ検索してください。はい、それでは最後の曲はマサさんがキーボーイチをイメージして作ってくれたこの曲です。聴いてください。それでは聴いてください、看板娘ね。